どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今日はですね、12月29日の今は時計で指してる時間は17時45分ということで、今日の、23時、ちょっと動画の公開遅れてると思うんですけど、23時から日をまたいで、カウントダウンですね。我が家の大黒柱モルモット菊之助くんのお迎え記念日が12月の30日なんですね。それに伴ってライブ配信で公開する、プレゼントをですね、紹介したいと思います。こちらモルモットの食べやすい食器。モルモットね、確かにあの足が短いですよね。足が短くて顎の位置も低いんですよね。だからウサギ用に使ってる食器、形によってはね、すごい食べづらそうなんですよ。もう前足をついてこう顔を突っ込んで食べないと届かないっていうものがね、中にはあります。っていう中で、食器をプレゼントにねあげようかなということで、ペットショップで、ホームセンターの中のペットショップで探してたところ、これを発見しました。これメーカーはマルカン、株式会社マルカンさんのこのカサっていうシリーズですね。これ小動物用品のあれかな、プロスタイルカサって書いてますね。で、丸みのある底でフードが隅に詰まりにくい、でこう大口径ですね。で、高さもそんなないから、モルちゃんがこうねクイッと倒してこぼしてしまうっていうこともねないと思います。ただ低い分ね、この中にお尻を突っ込んでね、プリッとやることはあるかもしれないんですけど、それはね仕方ないかな。どの食器でもやっちゃうときはやっちゃうのでね。で、これでね美味しいペレットを食べてもらいたいと思います。見た方はね、ライブ見た方はもうね見慣れてると思うんですけど、これをね今から実際に菊之助くんに食べてもらいたいと思いますね。この食器で、はい、ということでカリカリです。さあどうだ、食べやすそうに食べてくれるだろうか。カメラが気になるかな。くるみくん、あれ、
はい、ということでね、最初はなんか怖がってたんですけど、まあ、すぐにねこの形に慣れて、いや食べてくれました。多分ね息子のくるみくんは、あー来た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 、ちょっと臆病なんですよね菊之助くんに比べて。だからまあね、撮影が終わったら食べてくれるかなと思います。はい、ということで、もろもっと飼育されててね、食器に迷ってる方ぜひ参考にしてください。で、食べ終わったらここにねモルちゃんが出てきます。可愛いモルちゃんの、ね、プリントが出てきます。これ使い込んでたら摩擦でもしかしたら消えちゃうかもしれないですけど、まあまあそれはね、まあ、使い込んで愛着がある現れかなと思うのでね、いいかなと思います。はい、今回の食器いいなと思った方はぜひチャンネル登録、そしてポルちゃんの食べてる姿可愛いなと思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も最後までご視聴ありがとうございました。他のモルちゃんの動画もたくさん、ね、チャンネルの中にあるので、よければチャンネル登録してまた、ね、時間のある時に見てください。他にもね、今画面に出てる動画やチャンネルもおすすめですので、よかったらねそちらも覗いてみてください。それでは今日は最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。